小さじ1ぐらいいってんじゃない？もういったね。あーでも美味しそう。むせたむせた、はい、辛いやつが来た。はい、こんにちは、月刊スカッシュ大塚とつやです。わいわいわい、こんにちは、はい、こんにちは、始まりました。はい、なんかね、最近やたらと俺の周りに虫が寄ってくるの。虫が？で、多分ね、この T シャツが、この色を着てる人っている？いると思いま す, いると思いますね。いや、多分この色着てる人はみんな思ってると思うんだけど、はい、俺昨日ライブを見に行ったの、外で、はいはいはい、で、俺気づいたらドット柄の服着てんなと思って、うんと思ったら黒い虫がもうバーッとで、払ってた飛んでってたから、うん、そんなにこの色はもしかしたらちょっとダメかもしれない。虫が寄ってきちゃうかもしれない。で、まあ、そんな話はどうでもいい。虫のご飯の話をする前に虫の話しちゃダメ。なんでしたの？じゃあ落ち度だね、俺のはい、今日はですね、はい、安いステーキを美味しく食べる方法です、はい、なるほど。で、今日はこのお肉をタバスコでつけて柔らかくしていっちゃいましょうよ。そういうのがあるんですね。なんかタバスコの酢が反応して鶏肉がなんか美味しくなるっていうレシピだったんだけど、レシピがある。鶏が柔らかくなったら牛だって柔らかくなるでしょ。ほうほう、っていう俺の、あ、俺レシピなんだ今日は。俺レシピ、あ、俺がみたいなとこあるじゃん、俺って。はい、だそういうところがね、なんかいろんな人に嫌われてんだと思うの、うん、俺がってすごい。でもそれは別に直すつもりはないわけでしょ。直すつもりないでしょ。じゃあもうそれで突っ走るしかない。いや、そうなのよ。でもさ、直すつもりないって言われたらさ、うん、それはそれでまた反感買うと思うから直します。そういうとこよ。じゃあまあやっていきたいと思います。じゃあまずタバスコを小さじ1。うん、ちょっとめんどくせえ。大体でいきますよ。小さじ1、大体の小さじ1、小さじを持ちながらやるんですね。これもう小さじ1ぐらいいってんじゃない？もういったね。で、じゃあちょっとこれをまんべんなくこう、いや、こ小さじ1で、小さじの意味はもうヘラみたいになっちゃったけど。あー、タバスコの匂いだ。あ、するね。で、次蜂蜜を小さじ1、はい、で、次ニンニク小さじ1/2。なんかでさ、これもうなんか柔らかくしてるっていうか、なんか味付けしてるよね、どう考えても。確かにね。レモン果汁大さじ1で、塩と砂糖を、はい、もう適量にします。なるほど。あ、なんかすごい匂いがしてるな。うん、すごいね。一旦下の方もちょっと揚げて、下も潜り込ませる。なんかピタッとくっつけるとなんかね、いいみたいな雰囲気あるから。これで30分待ちます。わかりました。それでは30分後にお会いしましょう。はい、アミゴ。はい、30分経ちました。はい、このちょっとタバスコの肉を焼いていきたいと思うんですけど、はい、辛いかもなと思って。あ、確かにタバスコだからちょっとタバスコの味を落とす。あ、なるほど、そういう感じになるわけですね。あ、これはもう柔らかくなってますね、完全に。なんかちょっと和牛みたいになってるもんね。なんか色がもう、本当や、色が変わっちゃってる。しっかり吸わせて。なるほど。めっちゃ辛そうやん。めっちゃ辛そうやん。匂いはね、今皆さんには伝わりづらいんですけど、めっちゃ辛そうですもんね、匂いがすでに。じゃあ、キッペイ君にもらった、さあ、ありがとうございます、オリーブオイルを、はい、スーッと引っ掛けていきます。こちらを、よいしょ、そう言えました。美味しそうっすね。うん、もうちょっと一回ひっくり返してみます。はい、よいしょ、よいしょ。あー、おいしそう。あー、なんか匂いがちょっと変わってきた。あ、ちょっと違うね。うん、辛いだけの匂いじゃなくなりつきました。あー、でもおいしそう。むせたむせた、辛いやつが来た。これが辛い煙って。あー、音が来た来た。うわ、辛い煙来た。これは辛いぞ、絶対。これ辛いな。いや、辛い煙なんてないよと思ってたけど、うん、あるんだね。辛さが今鼻にツンときましたね。もういいかな。はい、大丈夫です。それで一回火止めて、ちょっと前置いて休ませます。はい、休ませます。いや、鼻にツンと本当くる。タバスコ来ます。これはちょっとやってるかもな。これはどうなんでしょう。実食がちょっと楽しみになってまいりました。上がりましたけれども、今のところ鼻にツンとくる辛みはあるね。鼻みが立ち込めており
辛いのやだな。旨味になってればね、いいんだけど。そうなんですよね。あ、ただなんか柔らかそうではある。なんかちぎれてる感じだもん、面白い。見た目はでも美味しそうですね。見た目美味しそう。さすがのお肉、うん、焼き加減もちょうどいいっぽい、うん、ほらいいですね。いい、美味しそう。はい、完成です。はい、完成です。はい、それではいただいてみたいと思います。はい、咲いた。めっちゃ柔らかい。めっちゃ柔らかい。そしてお味の方は、あの味もうまいと思うんだけど、はい、ちょっと辛さというより酸味だけ残ってて、その酸味がデスソースを思い出させない。何かを足せば美味しくなるの。おっと、これこれ、レモンステーキソースをちょっとかけて、ちょっと失敗しないように端っこだけつけて。うまい。やだ、めっちゃうまい。じゃあ食べるときはレモンステーキソースだと、うん、ちょっとした辛さもアクセントになって、はい、うまいです。じゃあすいません、いただきます。あ、こんなに酸味があるんだ。そう、でも肉の旨味はすごく出てる。出てる。そう、なんな、不思議だな。ちょっと多めにかけてほしい。あ、ほんとだ、これをたっぷりかけないでこのソースのあれになってますね。そのちょっと待って、どっちだ。それ。それやりましょうか。あ、今日はティーを。はい。今日はティー。タバスコ。ん？そう。タバスコ。ん？そうまでね。5、6、7、8、今日はティータ